いや本当に、まあ、タイムにしたらすごくこう平平ボンボンというか、あのパッとしない記録ではあるかもしれないけど、まあ、よく自分のことをなんか褒めてあげたいなというか、ここまでとりあえずここまでよく頑張りましたっていう感じですかね。まあ今の実力っていうのもやっぱり分かってた部分もあったので、やっぱり今回はとりあえず9月に向けて今年やってきたことをやっぱり出したいっていうその一心で走ったので、あの本当にここに立てることがこう本当に嬉しかったというか、まあ、今ここからスタートになると思うので、そういう第一歩になるレースだったと思います。課題はやっぱり昨日の 400m ハードルも含めて本当にたくさんあるというか、本当にやることだらけだなという感じなんですけど、今はそれも楽しみに思えるというか、なんか本当にこう今できないことができるようになった時のことを考えると、すごく楽しみだなって思うような感じですかね。できないことは多いです今は。そうですね、本当にこれからなので、自分の納得のいくレースを作り上げることと、まあ、400m ハードルで日本記録を更新っていうところを本当に一番大きな目標に置いているので、まあ、それに値するような実力を持った選手になりたいなと思ってます。